バゴーはミャンマーの都市、バゴー地方域の中心都市。以前はペグーと呼ばれた。古い呼び名はハンターワディという。人口は約22万人。白鳥が住むという伝承から白鳥の町を意味する名前が付き、門族はハムゼアティ、ビルマ族はハンソアティと呼んだ。9世紀のタトン王国の時代にこの町でタトンの王子が インドの軍隊に勝利した伝説が残り、町は王子の自責を記念して、アペイクと命名された。後地名は、フェイクと、簡略化され、さらにパゴに転化した。ビルマ族は町を、母語、パゴと呼び、マレー人は、パイグと呼んだ。文語の碑文には、パゴの名前で現れる。他、町は、インドのオリッサと同一の語であるサラのコメでも呼ばれ、カイ路を経て、 インドから移民が到来したことを意味する。漢文資料では白い西へと表記される。大航海時代以降に町の名前はポルトガルを通してイギリスに伝わり、イギリス植民地時代にはペグーと呼ばれた。1991年に軍事政権によってペグーから馬号に改名された。言い伝えによると、西暦573年に、 タトンからやってきた二人の王女が馬号を創設した。年代記に八年間の説法の後、仏陀が弟子と共に東南アジア諸国を回ったと記述されていた。そのキ路でマルタバン湾を横切る西オが引き、仏陀は二羽の黄門のつくし鴨が鳥の泊まり木としては十分な海より突き出た土地の頂上にメスがオスの上に乗り止まっているのを見た。不思議な現象を目撃して、 仏陀は彼の説で繁栄国家が広大な海の地域にいつか出現すると弟子に予言した。仏陀の予言の約1500年後、その海の場所は浅くなり居住が可能となっており、多藤王朝よりやってきた門族によって植民されていた。そして門族は歴史上本沢といとして知られる国の最初の支配者となった。町の歴史上の初期の記述は、 西暦850年頃のアラブ人の地理学者、イブン・クドットビンによるものである。当時、モン族の首都はタトンに移っていた。この地域は1056年にビルマ族のパガン王朝の支配下に置かれる。13世紀末に元朝の攻撃によってパガン朝が衰退するとモン族は再び独立した。定置ビルマにおいてモン王朝は当初マルタバン。 その後、バゴで設立した。ラーザーディオーの統治下で、ペグ王朝は、北のアバ王朝との長期の戦争に突入した。平和的な女王新創部の統治下で、彼女は、仏装のダンマゼーディーを、後継者に選び、争いに終止符が打たれた。ダンマゼーディーの統治下で、バゴは、商業とジョーザブ仏教の中心地となった。1369年から1539年の、 間、ハンター・ワディーは、ラマナデッサのモ王国の首都であった。この王朝は、現在の定地ビルマをすべて支配していた。1539年、この地域は再び、タウング王朝のタビンシュエーティー王により並行され、ビルマ人が支配した。タウング王朝は、1539年から1599年の間と1613年から1634年の間、 バゴーをオートとし、繰り返された、シャムの信仰に対する基地として使用した。主要な港として、町には、頻繁に、ヨーロッパ人が訪れ、壮大な町であると述べた。1634年、ビルマ人の首都は、アバに再度移された。1740年、モン族は、反乱を起こし、束の間の独立を再度勝ち取ったが、1757年に、ビルマ王をウうパイヤーは、 町を略奪し完全に破壊した。コンバウン王朝の暴動パイアー王によって和王は再建されたが、その時までに川が進路を変えてしまっていたため、町は海と切り離されていた。そして、町が再び以前のような重要拠点になることはなかった。第二次英明戦争の際に町に居住する門族は、イギリスに協力して、コンバウン軍と戦い。 戦後1852年に英国は、馬号を併合した。1862年、英国領ビルマが設立し、首都はヤンゴンに移った。シュエモードパやシュエダーラウンエフッツ発音通りに、綴れば、となる。なおそれとは逆に綴りの通りに発音しようとした。場合は、PK、ペークーとなる。パーリ語で、水鳥の類を、ホムッサという。ビルマ語で赤つくしがもを、 ヒンターといい、これは、パーリ語のホムスさを由来とする。ありがとうございます。